大阪の半グレ集団権務グループでナンバー2に君臨していたテポドンこと吉光雄介、本名籠池雄介さんですが、逮捕後の現在が気になりますよね。今回は吉光雄介さんの身長、生い立ちや出身、中学や高校、弟など家族、逮捕事件と判決、現在を紹介します。吉光雄介テポドンは大阪出身の元半グレ幹部。吉光雄介さんといえば、表向きはバーや焼肉屋の経営者をしながら、大阪において半グレ集団のナンバー2に君臨していた人物です。南では知らない人はいないほどのアウトローで、テポドンという異名も持っています。このような強烈なニックネームが付けられた経緯や生い立ちが気になりますね。なぜテポドンと呼ばれている？テポドンというニックネームはかなりインパクトがありますよね。ネットでは吉光雄介さんがテポドンと呼ばれる理由についてはきっかけはわからないけど、テポドンと同じくらい危ない人だからとか、ミサイルのような圧倒的破壊力という意味かな、など様々な憶測が寄せられていました。実はテポドンの由来については吉光雄介さん自身が明かしており、酒を飲んでは喧嘩を繰り返していた頃、友人に雄介くんが酒飲んだら南にテポドンが落ちると言われたことがきっかけだったとしています。ネット上の推測はほぼ当たっていたようですね。そもそも半グレとは、ネットやテレビで見聞きする半グレという言葉は、悪の道にグレるという意味合いとグレーゾーン、グエン体を掛け合わせて作られたと言われている造語です。書室は2011年に出版された作家溝口敦史さんの著書ヤクザ崩壊であることが知られています。著書内には以下のような説明がされています。一般的な定義としては、暴力団に所属せずに犯罪に手を染めている集団になります。暴力団対策法の適用を受けないことや、メンバーの年齢層が若いのが特徴です。半グレの収入源とは、メンバーは暴走族上がりの者が多く、振り込み詐欺や闇金融ビジネスで生計を立てています。その他には出会い系サイトやクラブの運営などの俗に言うしのぎを資金源としているケースも多いようです。近年では2020年のコロナ禍でマスクが異常に品薄になりましたが、半グレ集団や暴力団がマスクの買い占めを行っていたという報道が話題になりました。吉光雄介テポドンの本名は籠池雄介。身長、生い立ち、出身、中学と高校とは、日頃は吉光雄介と名乗っていますが、実はこれは本名ではありません。本名は籠池雄介さんと言います。なぜ吉光留星を名乗っているのかは明かされていません。青年実業家としてバーやホルモン焼きの店を経営していましたが、裏の顔は大阪の半グレ集団権務グループのナンバー2として君臨、かろうじて判明しているのが本名と生年月日、そして出身地のみ。身長や血液型や出身校、趣味などは明らかになっていません。あくまでも一般人として生活しているので、吉光雄介さん自身で語らない限り詳細な情報が出てこないようです。吉光雄介テポドンの相方である権務運とは、吉光雄介さんが所属していた権務運グループは、権務運という人物が率いる半グレ集団です。ここからは吉光雄介さんが所属していたグループリーダーについて紹介します。権務運さんは元キックボクサーで K-1 に出場した経験も持っています。2014年に現役を引退して、今は南の歓楽街で顔的な存在になっているようです。中学生でリンゴを握りつぶせた権務運さんは、鹿児島県奄美大島の出身です。地元で育ち、奄美市の公立の中学校に通っていました。ネットの書き込みによると、中学生の時点で握力が73あったそうです。日本人成人男子の平均握力は46、リンゴを握りつぶすのに必要な力が70から80ぐらいだと言われていますので、大人顔負けであることがわかりますよね。小さな頃から喧嘩やスポーツ型の子供よりも秀でていたようで、中学生の頃にはかなりやんちゃな生活を送っていました。親族や家族から真っ当に生きるように諭された権務運さんは、格闘家として生きる決意をし、奄美大島を出て大阪へ渡っています。出身高校はどこ？権務運さんは出身高校について明かしていません。喧嘩に明け暮れる日々を送っていたそうで、地下格闘技団体つわもののエースに君臨していたのです。格闘技に集中していたのなら、もしかしたら高校には通っていなかったのかもしれませんね。
逮捕歴がある。地下格闘技つわものの看板選手として活躍していたケンムウンさんは2011年に K-1 デビュー。その後は地道にキックボクシングで白星を重ねていきました。ところが2014年2月にさ、アウトサイダー出場予定だった選手を脅し試合を辞退させたという強要の疑いで逮捕されています。その後ケンムウンさんは格闘技から引退し、ハングレ集団のリーダーとしてグループを統率するようになりました。2017年9月には、前年7月に大阪市東心斎橋の路上を歩行中に、一般人男性と喧嘩になり、相手の男性に頭蓋骨骨折の重傷を負わせた暴行の疑いで逮捕されています。裁判では、懲役1年、執行猶予3年という判決が下されました。吉光雄介テポドンは NHK の番組に出演して有名に。吉光雄介さんが有名になったのは NHK の番組に出演したことがきっかけでした。なぜ NHK に出演することになったのでしょうか。実は、かつて所属していたケンムウングループに答えがあるようです。NHK スペシャル2でハングレが取り上げられた。一般人である吉光雄介さんがテポドンの異名で有名になったのは、2019年7月27日放送の NHK スペシャル「ハングレ反社会勢力の実情」というドキュメンタリー番組に出演したからです。ハングレの実態としてケンムウングループが密着取材を受けた際、吉光雄介さんも登場しました。 NHK という全国放送の番組に出たことで一躍が大人前が知られた吉光雄介さんですが、周囲の反響が大きく、南ではお祭り騒ぎだったようです。しかし NHK にはこんな番組を作るために国民のお金を使うなんてという内容の批判約定も相次いだのだとか。吉光雄介テポドンの人物像とは、吉光雄介さんはどのような人物なのか気になりますね。放送された NHK スペシャルに出演していた人たちが語る吉光雄介さんのエピソードから人柄を推測することが可能です。番組のインタビュー映像に登場した仲間の証言によると、人望があって周囲が吉光雄介さんを頼って地方から来ることもあるんですよ。彼は南ではスターですと語っています。吉光雄介さんのインスタを見てみると、フォロワーは1万人超え、一般人としてはかなり多い方でしょう。弟はゴンちゃん。吉光雄介さんのインスタを確認すると、明確な家族構成については語られていません。しかし大阪の実家に帰省するというような内容のコメントが書かれています。つまり家族とは離れて暮らしつつも必要に応じて帰省するというスタイルのようですね。さらに2019年4月22日に更新したインスタには、4月20日は弟ゴンちゃんのバースデー、今日ライブハウスを貸し切ってライブをするということで見に行ってきましたとコメント。一緒にアップされた画像を見ると、ライブハウスで一人のバンドマンがウインクして手でポーズを取った写真があり、その人物こそが弟のゴンちゃんのようです。吉光雄介さんのコメントに対して、雄介くんありがとうございました、また息抜きに来てくださいねとレスがついています。アカウントは5420となっているので、どうやらゴンちゃんからの返信のようですが、このやり取りから本当の兄弟なのだろうかという疑問も浮かびます。本当のお兄さんをくんと敬称をつけることは珍しく、返事も敬語であることから、実弟ではなく弟分のような存在なのかもしれませんね。恐喝で逮捕された。吉光雄介さんが逮捕されたのは2019年10月のこと。 NHK スペシャルの放送からわずか1ヶ月後に大阪府警に恐喝の疑いで逮捕されたのです。吉光雄介さんはかつて経営していた飲食店の複数の従業員に向かって100万円持ってこいと脅したとのこと。被害者たちは実際には100万円を取られてはいないようですが、贅沢な暮らしを送り、周囲からもちやほやされる様子がテレビで放映されたことで、一気に警察へ被害届が出されたのです。結果的に、短い期間で3回も逮捕されるという異例の事態になりました。1年2ヶ月の実刑判決。吉光雄介さんは恐喝事件において、懲役1年2ヶ月の実刑判決が下されています。2020年2月、吉光雄介さんは YouTube チャンネルで、これから刑に服すこと、さらに更生して必ず帰ってきますという決意を述べていました。ちなみに、グループナンバーワンの座を維持し続けるケンムウンさんは、2019年10月に女性従業員に乱暴した疑いで逮捕されています。さらに2020年には、
10代の女性に対して山に連れて行って埋めるぞと脅して対立グループメンバーに電話をかけさせる役を強要したとして逮捕されています。吉光雄介さんと剣武雲さんが同時期に逮捕され、グループのナンバーワンとナンバーツーが消えるという展開に、剣武雲グループは壊滅的だと南界隈では囁かれていたそうです。2021年4月に出所し YouTuber として再始動。吉光雄介さんは1年2ヶ月の刑期を終えて2021年4月に出所しています。出所後、水商売からは卒業したようで、もう南に戻ることはないと語っていました。現在の吉光雄介さんは YouTuber としての活動がメインになっているようです。2022年2月のフライデーでのインタビュー記事では、 YouTube 活動の他にブランドを立ち上げたり音楽活動を行ったりしていると明かしていました。またインタビューでは、ハングレと言われていた当時は言葉の意味すら知らず、自身がハングレだと思ったことはないと語っていました。もともと不良でもないとのことで、南を離れてからは真っ当な人生を歩もうと吉光雄介さんなりに努力していたようです。傷害の疑いで逮捕される。2023年1月、吉光雄介さんが傷害の容疑で逮捕され、またも世間を騒がせました。吉光雄介さんは2022年末に大阪市内の飲食店で知人が数人と酒を飲んでいたとのことですが、男性客を殴ったり店内の机をひっくり返すなどして暴れ始めたといいます。その後、店の外に連れ出されたところで知人女性が仲裁に入りましたが、その女性の両腕をつかみ地面に投げ倒すなどの暴行を加え、打撲などの怪我を負わせたとのことです。吉光雄介さんは取り調べに対し、黙秘しますと供述していることが報じられていました。吉光雄介のまとめ。吉光雄介さんは大阪府の半グレ集団剣武雲グループのナンバー2でテポドンと呼ばれています。本名は籠池雄介さんです。吉光雄介さんは、詳細なプロフィールは出身が大阪であること以外はほとんど不明です。一方でナンバーワンの剣武雲さんは、中学生の頃から驚異の握力の持ち主で、運動や喧嘩が得意だったことが明かされています。2019年に放送された NHK スペシャルにおいて、ハングレ集団として剣武雲グループが登場し、吉光雄介さんが組織のナンバー2として紹介され、知名度がアップ。ただしテレビに出演したことで、かつて脅迫した従業員たちの反感を買い、被害届が立て続けに出されて逮捕されています。懲役1年2ヶ月の実刑判決が下された吉光雄介さんは、2021年4月に出所してからは YouTuber などとして活動しているようです。動画内で更生を誓っていた吉光雄介さんですが、2023年1月に傷害の容疑で再び逮捕されています。これからの動向にも注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。